みなさんこんにちは、黒子の部屋へようこそ。今回は滋賀県近江八幡市にある八幡堀へ来ています。第一作目で謙信が船に乗って移動していたシーンが撮影されたのがこの八幡堀。白壁の土蔵が立ち並ぶ八幡堀を和船に乗って巡ると、謙信と同じ景色を眺めることができます。今回撮影の題材にする作品はこちら、るろうに謙信京都大化編です。ここ八幡堀では京都大化編だけでなく、第一作のるろうに謙信でも登場しました。なんといっても八幡堀は映画るろうに謙信シリーズの中で神谷道場周辺の設定で使用されており、この映画には欠かせない場所です。本作を見るときに注目してみてはいかがでしょうか。今回の撮影場所はこちら、白雲橋と明治橋の間のお堀です。ここは京都大化編の有名なあのシーン、薫に謙信が京都に行くことを告げた場所です。それでは早速撮影しましょう。再現シーンを撮影できました。今までありがとう、そしてさようなら。拙者は流浪人、また流れるでござる。次回の黒子の部屋では伝説の最後編のロケ地をご紹介します。お楽しみに。ご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白ければぜひ滋賀ロケーションオフィスのチャンネル登録をよろしくお願いします。